Carrier.21世紀初頭、南側各国はエネルギー危機と飢餓に見舞われ、その結果大北思想が広がり、各地でテロや地域紛争が頻発し拡大していった。この事態を憂慮した北側首脳陣は国際平和維持軍ノアを組織し、南側のテロを牽制した。西暦2023年、ノアの切り札として空母ヘイムダルが完成する。このヘイムダルは多重に配備された迎撃システムと衛星兵器の連動により、ミサイルや航空機などの接近を許さない鉄壁の防御を有した機動空母だった。ヘイムダルの最初の任務はテロ組織サザンクロスの拠点を叩くハリケーン作戦だった。拠点は数日で壊滅状態になり、任務を終えたヘイムダルは母校のある北米大陸に向かう。しかし到着まであと2日ぐらいの場所でヘイムダルは突然連絡を絶ち、ノアは急遽調査隊を組織しヘイムダルに向かわせた。それは何ですか、マリー長。何でもないのよ、気にしないで。それより何の写真なの、イーグルフェザー軍曹。ああ、これですか。弟の写真です。ああ、そうだったわ。弟さんがあの空母ヘイムダルに乗り込んでいるの。大丈夫、きっと無事よ。ありがとうございます。先発をマーク隊に行きは、もうヘイムダルについてくるでしょうか。そうね、もう乗り込んで調査を始めているんじゃないですか。前方十字、見えた。ヘイムダルだ。レオナルド、注意して近づいてくれ。了解。天井に人影はない、向けに静かだ。待て、こっちを狙ってる。なぜなんだ、自分の標的になるとは。レオナルド、マリング将に。あれは怪我じゃないか。大丈夫か。こちらバーク大佐、調査隊のメンバーはいるか。応答せよ隊長。うん、ジャック、遅かったな。ようやく着艦したから。はい、それが
乗ってきたヘリは迎撃システム。何？ではさっきあった大きな揺れはそのせいだったのか。そんなバカなことは。俺たちが到着した時点ではそんなことはなかったな。まさかサザンクロスが。今は何とも言えんな。とにかく早急に調査を進めるしかない。そうだ、他のメンバーどうした？無事なのか？それが脱出するときにバラバラになってしまい、消息は確認できていません。レオナルドを発見しましたが負傷しています。かなりの重傷です。分かった、まずは艦内で応急処置に必要なものを探してレオナルドの手当てを。それが済み次第調査に当たってくれ。分かりました。艦内の状況がまだよく把握できていないが、何か異常なことが起こったのは間違いない。レオナルドはそのまま甲板にいた方が安全かもしれない。レオナルドはこのままここに。急ぎ艦内を捜索、応急処置用品を持って戻ってきます。頼んだぞ。俺たちは調査を再開する。セキュリティールームでラムがこの船のデータを集めているはずだ。あって必要な情報を受け取り効率的に調査を進めてくれ。了解。隊長もお気をつけて待っていてくれ。レオナルド、今応急処置に必要なものを探してくる。すぐに戻ってくる。もう少し我慢してくれ。気をしっかり持つんだ。この船で何があったんだ。
自分です、ラング大尉。ジャックか。隊長から連絡があったぜ。迎撃。はい。自軍の標的になるとは信じられません。ここでシステムを調べているんだが、どんどんおかしくなってきている。このまま行くと艦内のあらゆるところに影響が出てくるだろうな。そういえばもう一人のメンバー、マニング少尉はどうした？それが脱出するときにバラバラになってしまい、消息は確認できていません。それともう一人、ヘリのパイロットは正体不明の化け物に襲われ死亡しま…化け物？なんだそれ。え？タイは見ていませんか？人のような形をした化け物ですが。いや、俺は見ていない。少なくともここに来るまではな。迎撃システムの件といい、何かとんでもないことが起きているのかもし、早いところ調査しないとまずそうだ。隊長はすでに山荘だ。ドクターノーブルも下へ向かったはずだが、まだ連絡は入っていない。とりあえず俺たちは隊長と合流するぞ。わかりました。今2層へ続く各壁を解除しているんだが、指導ディスクがあと2枚足りない。1層のどこかにこれと同じようなディスクがあるはずだ。ジャック、探してきてくれ。俺はその間もう少しこの船のデータを集めておく。はい、わかりました。その辺にメディカルルームの ID カードがあるはずだ。持っていけ。緊急時のために薬品を補給しておいた方がいいだろう。了解。規制されているのか。俺はイーグルフェザー軍曹、ノアから派遣された事故調査隊の一人だ。君はここで何をしている？調査隊だと。来るのが遅すぎたな。こいつは人間じゃない。これで見てみろ。これは何だ？今お前が見た通りだ。俺はこの船のメディカルドクター。フェリー、やっとこいつを生け捕りにして研究材料を得たが、この船はもう奴らに占拠されてる。何だと？こいつを分析してみたが、もう手遅れ。打つ手はない。全ての原因は悪なんだからな。さあ！おい、何をするんだ？アークが原因だ。アーク？こいつらは人間の姿をしているが、人間なんかじゃない。もっと下等な生物なんだよ。おい、やめろ。正気になれ。俺は狂ってなんかない。俺は正気だ。お前も本当に人間なのか。アークなんじゃないのか。待て！どういうことだ？アークとは何だ？
の通り。ここは地獄だ。もう誰も信じられん。お前も絶望を味わうだろうよ。現在、一層航空機格納庫近辺を調査中です。分かった。レオナルドはどうした？レオナルドは甲板で正体不明の怪物に襲われ死亡。何？何ということだ。自分がそばにいるのは申し訳ありません。下に飛び降りてきて自分を襲おうとしたところを始末しました。甲板に他に怪物はいたか？エレベーターの操作パネルが壊れてしまい上がることができず確認できていません。下に降りるまでの間甲板にいたのは自分とレオナルドだけでした。レオナルドを襲った怪物がどこから現れたのかは不明です。そうか。よし、生存者は甲板に避難させる。わかりました。一体あの怪物どもは何なのでしょうか。先ほどメディカルルームで人間が怪物に変わるのを目撃しました。俺の言う酸素も怪物だ。今までの常識が通用しないかもしれない。十分に注意しつつ調査を。了解。
おい、しっかりしろ。ダメか。ヘイムダル、なぜ調査隊を迎撃した？ノア司令本部よりの命令である。直ちに攻撃を中止し、航行を停止せよ。ヘイムダル、応答せよ。繰り返す。直ちに攻撃をやめ、現地点に停止せよ。こちら、ヘイムダル調査隊のイーグルフェザー軍曹。調査隊、無事だったのか。我々のヘリは甲板に不時着し大破。現在艦内を調査中。一体ヘイムダルで何が。どうした。応答願います。ノア司令本部。クソ、イーグルフェザーこそ今回の事故のために結成された調査隊の一員だ。そうか、よくここまで来られたな。ではヘイムダルの迎撃システムは解除されたのか。いや、俺たちの乗ってきたヘリはその迎撃システムにやられた。絶望的だな。ここから脱出するのは不可能ってわけか。諦めるな。迎撃システムは俺たちが何とか止める。どこにあるか知っているか。6層の火器管制室だ。しかし危険だぞ。任せておけ。俺は戦いのプロだ。君は甲板へ避難して司令本部からの救助を待つ。分かった。頼むぞイーグルフェザー軍曹。そうだ、これを持っていて調査に役に立つはずだ。
一級非常態勢を敷き警戒に当たる。非常態勢下において一部の施設にエマジェンシーロックを作動させる。ロックの解除には暗証番号が必要だ。スティーブ、君にはこのメモを渡しておこう。このナンバーを入力すればロックは解除できる。スティーブ、ヘイムダルを止める。至急脱出の準備を。やめろ。殺してやるぞ、みんな。落ち着け、しっかりしろ。何？落ち着いてるよ、俺は。だから仲間だろうが何だろうがみんな打ち殺してやったんだ。殺した仲間を。そう、撃ってみないとわからないんだね、化け物かどうか。でもな、あいつは人間だったよ。俺はこの手で声優を殺しまった。この非常状況下だ、やむを得ない場合もある。気を落とすな。慰めはいらない。俺の手はもう血まみれだ。どうなってもいい、放っといてくれ。バカなことを言うな。今は君が生き延びることだけを考えろ。とにかく甲板に行くんだ。そして本部からの救援を待て。いいな。気が向いたらな。さあ行ってくれ、放っといてくれ。
迎撃システムを止めるには第6層の火器管制室に行くしかない。気をつけてくれ。どうなってるんだ。これは一体。そうだ、こいつは俺に任せろ。もう大丈夫だ、出てきてもいいぞ。あなたはジャック、ロバートの兄さん。俺を知っているのか、ロバートのことも。は？君は確かロバートと同じ部隊のエディ。そうです。そうか、君もこの船に乗っていたのか。無事でよかった。ロバートは一緒じゃないのか。それが逃げる途中でバラバラに。そうか、申し訳ありません。いや、とにかく君が無事でよかった。艦内は危険だ。ここは俺たち調査隊に任せて、早く甲板へ避難した方がいい。はい、軍曹もお気をつけて。ああ、ありがとう。さあ、早く甲板へ。了解。
ロバート、弟だ。間違いない。1年前に取られたものだ。
助けてくれ。殺される。こいつは化け物だ。騙されるな。騙されるな。よく見分けてくれたな。俺はアレン注意。自分は調査隊のイーグルフェザー軍曹です。生存者は皆甲板に避難してもらっています。注意も早く向かってください。避難？この船に安全な場所なんてあるのか。俺にはそうは思えんがな。さっきのことで分かったと思うが、艦内は本当に混乱している。本当の仲間なのか、あるいはそうではないのか分からない。自分以外誰も信用することはできないのさ。それは君も例外ではない。俺は自分の意思で行動する。そうですか、わかりました。では自分は調査に戻ります。注意、お気をつけて。ああ、君も。そうだ、これを持って行ってくれ。助けてくれた礼だ。Thank you.
はい、こちらジャック。現在の調査状況を報告してくれ。はい、現時点は環境、現在2層へ続く通路の隔壁が閉鎖されており、ラング隊がセキュリティルームで解除のための準備作業中、自分はそのために必要な指導ディスクを探しているところです。了解。お前、人間か。ああ、調査隊のイーグルフェザー軍曹だ。安心しろ。調査なんかしても仕方がないんだ。逃げるしかないんだ。落ち着くんだ。甲板に避難しろ。救助が必ず来る。お前も逃げないと殺されちまうぞ。帰るな。落ち着け。調査隊だ。調査隊？救助か。ああ、今生存者を甲板へ避難させている。そうか。じゃあ俺も甲板へ向かう。パイロットのロバート・イーグル・フェザーを知らないが。ロバート？弟なんだ。さあ、名前は聞いたことがあるような気はするんだが。そうか。この部屋の端末で乗組員名簿を調べれば見つかる。分かった。後で調べてみよう。そうだ、武器庫がどこにあるか知らないか。ここから艦内に戻ってちょうど反対側 C 角壁の先だ。武器庫に入るにはこの ID カードが必要だ。持っていけ。そうか、ありがとう。
Thank you.
自動ディスクです。そうか、ご苦労。そこにディスクを入れてくれ。俺はもう少し調べたいことがある。先に行ってくれ。被害が広がっているようだな。タイ、早く行け。この様子だとさらに被害が拡大するぞ。
Thank you.
お前は調査隊だ。銃を下ろせ。調査隊？人間なのか？本当なのか？本当だ。さあ、銃を下ろすんだ。そうか。ここでは誰も信じられなくてな。教えてくれ。この船で一体何があったんだ？あちこちをうろついているあの化け物は何だ？わからない。気がついたらこんな有様さ。そうか。わかった。艦内は俺たちが調べる。とりあえず、甲板に上がって救助を待ってくれ。わかった。あんたも気をつけろよ。人間の姿をしていても、油断するな。ああ。君も無事に甲板にたどり着けよ。Thank you.
現在、2層へ降りた地点です。爆弾は入手したか。はい。よし、その先に航空機昇降用の大型エレベーターがある。そいつを使って4層まで降りてこい。了解。今の振動は？この先に何かありそうだな。
さっきの意思。おい、気をつけろ。何かいるぞ。怖いか。今、エレベーターを起動させているんだ。邪魔するな。なんだ、今の銃声は。どこだ。
ってんだ一体ここで行き止まりなのか。見て、奥に扉がある。キノコさえ取り除くには先に進めそうだ。
ないでくれ。落ち着け。俺は人間だ。調査隊だ。調査隊？ああ、早く甲板に行け。避難するんだ。隊長。ジャック、この船で起きていることは俺たちの予想をはるかに上回っている。はい、自分が過去に経験したどのケースよりも悲惨な状況です。化け物に変わり果てた姿とはいえ、元はこのヘイムダルの乗組員だと思うと
なんとも複雑な気持ちです。ああ、それは俺も同じだ。しかし俺たちは感情に流されるわけにはいかない。このヘイムダルで何が起き、そしてこれから何が起ころうとしているのか、それを調べ被害を最小限に食い止める。それが俺たち調査隊の任務だ。はい。ドクターやジェシファーの行方が依然不明なままなのも気にかかるが、今は一刻も早く調査を進める。それしかできない。はい、分かっています。泣き言を言って申し訳ありませんでした。いや、人間ならば当然の感情だ。だが今は抑えてくれ。はい。今ラングがキャットウォークで4層へ通じる外装を解除が成功したら、そこから4層に入る。それまで行けるところをくまなく調査していてくれ。了解。司令本部から派遣された調査隊だ。うん、そうか。救助に来てくれたのか。大丈夫か。あまり大丈夫とは言い難いがな。何、なんとか持ちこたえてみせるさ。もう少し頑張ってくれ。すぐに助けに行く。そっちへ行く方法はないのか。無理だ。化け物どものおかげで
ID カードだ。第三層の調査には役に立つ。この層にはまだ生存者がいるはずだ。俺のことは後でいい。分かった。後で必ず助けに行く。待っててくれ。何なんですか？アークは南太平洋のこと NC0023 で発見された。どうやらただの生物ではないらしい。今メインコンピューターの上位で記録を調べているところなんじゃが、システムの一部が制御不能になっておってな、少々手間取っておる。なんとかなりませんか？しなければならないだろうとのことでした。その事態に備え、ドクターの元へ合流してほしいそうです。分かった。早急に調査を進め、一刻も早くドクターと合流しよう。分かりました。デジファーから連絡はないか？いえ、未だ消息は不明です。無事ならいいのですが。また何かあったら報告してくれ。はい。では調査に戻ります。
来るな。止まれ。落ち着け。調査隊だ。調査隊？人間なのか。そうだ。安心しろ。そうか。実はここの通信機が使えそうだったんで試してみたんだが、バッテリーがなくて無理だった。使えれば館内の他の施設と連絡が取れそうなんだが。バッテリーか。そういえば事故の前に通信機の修理をす、もしかしたらその時抜き取ってそのままになってるのかもしれない。そうか、わかった。あとは俺が調べる。君は甲板へ避難してくれ。わかった。そうだ、これを持って行ってくれ。調査に役立つだろう。ああ、助かる。では俺は甲板へ向かう。死ぬなよ。
誰だ？自分です。ラング隊員。ジャック。先ほど隊長と会いました。ここから4層に入れるそうですね。ああ、どうやらそのようだがな。ロックがかかっていて開かない。液体爆弾を使えば早いんだが場所が悪いぞ。キャットウォークじゃ足場も破壊しかねない。なんとかなりませんか？ま、少し時間はかかるがなんとかする。任せてる。それまでお前は山荘を調査するんだ。わかりました。誰だ？味方か？調査隊のイーグルフェザー軍曹だ。大丈夫か？ああ、ロックがかかってくれたおかげでなんとか化け物どもからは逃れられた。まだ他にも仲間がいるはずなんだが、サボテンが邪魔で助けに行けない。なんとかして助けてやってくれないか？ああ、わかった。そうだ、このキーを渡しておく。調査の役に立ってくれればいいんだが。ありがとう。
仲間の救出は俺に任せろ。君は甲板に避難して他の乗組員と合流してくれ。そうか。では俺は先に甲板へ向かう。頼んだぞ。ああ、任せておけ。
Thank you.
生存者の救出と艦内の調査をしている。生存者は全員甲板へ避難させている。君も行ってくれ。甲板か。しかし第6層の火器管制室で迎撃システムを止めないと脱出できないぞ。それは俺たちが何とかする。君はとにかく甲板へ逃げてくれ。わかった。これを持ってってくれ。この辺りのマップデータだ。
やめろ。調査隊のイーグルフェザー軍曹だ。調査隊？救助か？ああ。君は甲板に避難してくれ。分かった。そうだ、パイロットのロバート・イーグルフェザーを知らないか？知ってるぜ。部屋が隣だからな。奴を探してんのか？ああ。弟なんだ。そうか。ロバートの兄貴か。奴は仲間を助けに行ったきり戻ってこねえ。奴のことだ。生き延びてるに違いねえと思うが、無事会えることを祈ってるぜ。ありがとう。さあ、早く避難するんだ。なった。じゃあ、俺は甲板に向かう。そうだ。その辺に通信機用のバッテリーがあるはずだ。修理をした時に抜いてそのままにしちまったんだ。修理は終わってる。バッテリーを入れれば使えるはずだ。持って行ったん。それから、これも渡しておく。いくらあっても困るもんじゃねえからな。ああ。助かる。こちらジャック。4層の外装隔壁の解除は成功したぜ。そうですか。では自分も4層へ向かいます。隊長から隔壁が開き次第4層へ入れとの指示がありましたので。